まあ、値段がね大きく変わってます。以前までって確かこれ5000円ぐらいで買えたんですよ。とにかくこれはもう脳を停止して買ってください。もうちょっと大きかったらな。はい、本日はですね、新型のアークテリクスマンティス2を購入しましたんで紹介していきたいなと思います。こちらがですね、もう数年前大人気となったマンティスの最新モデルなんですよ。でちょっと開けていきたいなと思います。僕もね、どういうところが変更点があったのかっていうのが全く知らないので見ていこうかなと思うんですけど、ただちょっと1点気になるのが、巷であんまり噂なってないんですよ。で僕の視聴者さんとかからも、もうこれ絶対人気やったらいっぱいコメント来るはずなんですね。タクトーさんこれ紹介してくださいとかレビューしてくださいって来るはずなんやけど、まあ、そういう声が全くないから、なんでないんかなっていうのがわからないんですけど、こんな感じですね。ちなみに旧モデルってどんなやったかなって、まあ、持ってはる方も多いと思うんですけど、これですね、旧モデルに関してはこの右側にアークテリクスのロゴが入ってて、で前のポケットと上のポケットと後ろにスマホポケットがあるような形で、まあ、かけてみるとこういう感じですよね。多分今でも持ってはる方多いと思うんですけど、結構もう使わんくなった方多いんちゃいますかね。僕ももう最近ほぼ使ってないんですけど、これね。そして新型の方がこちらですね、こんな感じかな。で同じく前にもポケットがあって、で上にもポケットがあって、スマホポケットがあるって感じで、これ見てもらって分かりますかね。なんていうんかな、以前の方が少し光沢感のあるような形で、今回のモデルは少しマットな感じなんかな。ちょっとそのあたりが違うかなっていう感じぐらいですかね。あと中の生地も変わってますね。中がこんな感じの生地が最新のやつなんですけど、旧モデルの方が少しこうグレーがかった感じで、今回の方が白っぽい感じの生地感になってて、あとこれもなくなってますね。鍵引っ掛けるやつがなくなってたりとか、内ポケットは、この内ポケットの内ポケットこうやってあるじゃないですか。でここにね、この前側にファスナーがあったんですよ、以前は。だからそれがこっちに来てますね。だから以前はこの前にファスナーがあったんですけど、それがこう後ろ側に来てるというような変更点がありますが、大きさとかも全く一緒やし、まあ、特に違いがないので、まあ、今回新しく何が変わったって言われたら、まあ、変わってないっていうところが正直なところかな。まあ値段がね大きく変わってます。以前までって確かこれ5000円ぐらいで買えたんですよ。だから5000円で買えるんやったら絶対買ってくださいと。とにかくこれはもう脳を停止して買ってくださいって皆さんに言ってたんですよ。タバコのワンカートン我慢してこれ買ってくださいって言ってたんですけども、今回これが8470円なんですね。だから言うと 150% ぐらい値上げしてるわけなんですよ。まあただそれでもボディバッグにしてはそんな高くはないと思うんですね。ボディバッグってやっぱり高いってなってくると、まあ、2万円ぐらいしてくるボディバッグもあるし、それこそこの後ボディバッグ最強決定戦っていう動画撮ろうと思ってるんですよ。もちろんですけども、こういったブランドら辺になってきたりしたら、そら20万とか超えてくるじゃないですか。だからそういうバッグ、ハイブランドとかは20万超えてくるけども、普通のこういうアウトドアブランドで、まあ、1万円着るボディバッグ、まあ妥当かなとは思うけど、過去の値段が知ってるから、ワンカートンではちょっと済まなくなりました。ワンカートンとあと6箱ぐらい我慢してもらわなあかんから、まあ、大体15日ぐらいちょっと禁煙してもらえたら、このボディバッグが購入できますよということなんですけど、まあ今回そんなに、まあ、生地の違いとかポケットの違いとかあったんですけど、大きな仕様の変更ってないんですよね。例えばマンティスの一番のいいとこって、ここにスマホ入れれる、この裏側のポケットのとこにこうやってスマホが入るっていうところがすごい良かったじゃないですか。でこういう仕様も変わってないし、ポケットの仕様とかも変わってないんやから、あんまそんなに大きな違いってないんですけど、まあ、皆さんのねレビュー見ていきたいなと思って、この新型の方でどんなレビューがあるんかっていうのをね見ていこうかなと思ったんですけど、皆さんねマンティスをこれ買う前を思い出してください。どういう感じやったか、買った時ってどういう思いやったかっていうのをこのレビューを聞くとめっちゃ思い出します。うわ懐かしいなって、確かにマンティスあれを買った時の感じってそれめっちゃ思ったわっていうのがあるんで、まあ、僕もそれをねあるのでちょっとお伝えしていきたいなと思うんですけど、やっぱり多かったっていうのが、このスマホのポケット快適ですと、すごいですと、革新的すぎますっていう声があって、まあ、それは確かにマンティス一番最初買った時に誰もが通る道なんですよ。まあ、10代の時に車の免許取ったら大体夜景見に行くじゃないですか。あれってもう誰もが通る道なんですけど、それと一緒でマンティス買ったらまず最初にスマホのポケット、このスマホ専用ポケットに驚愕するんですよ。めっちゃ便利やんと、めっちゃええやんっていうのが多かった。でそれ以外に言うと、例えばちょっとした外出、まあほんまにこんな感じで夏場なんてね、こうちょっとコンビニ行こうかなんていう感じでパッて行った時に、もうこの中に全てがもう集約できるんですよ。さっき言ったスマホでしょ、
でそれでいて財布入れれて、キーケースとかあの車の鍵とか入れて、これでパーッと買い物ができるから、めちゃくちゃちょっとした買い物にねいいっていうお声がありました。あと例えばこういうサングラスとか、もう今つけへんわっていう時なんかって、ここかけてたら大体忘れてきて、後半とかに子供がなんか物音たりしたら、もうまあまあと言いながらこうやった時にガチャーンって落ちるんですよ、サングラス。レンズ気づいたってなったりするんだけども、これ持っておけばこういうとこにカンって入れれるとね。例えばケースとかに入れて、ケースに入れた状態でもこうやってヒュッて入るので、スマホ、財布、サングラス、鍵っていうのが入るで、ちょうどいいですっていうお声も多かったんですけど、逆の声もあったんですよ。もうちょっと大きかったらなっていう声があって、いやそれもね確かにそうやなって感じなんですよ。僕自身もこっちにあるみたいにボディバッグ作ったんですけど、それね、このマンティスをよりおしゃれに着るというか、でアウトドアじゃなくて街中で着るようにっていうことで、本革でサコッシュっぽく作ったんですけど、結果ちょっとちっちゃいっていうお声多くて、ワンサイズ大きい、2センチ大きくしただけで、そっちの方が人気になったんですよね。だからそれは言われたら確かに、これじゃあ、ジャストっちゃジャストなんですけど、僕今長財布入れてないんで全然いけるんですけど、長財布とかやったらちょっときついかなと思うし、このかけ方した時って、この重さが限界なんですよ。っていうのも、こっからね、首にだいぶ重さ乗ってくるんですよね。だからこうちゃんとこう斜めにかけてあげるとかってしてあげなあかんし、こうフラット、こう首にこうパーってかけて、ちょっとこう行くってなった時の重さはもうこれ以上の重さ入ると、ちょっともうオーバースペックすぎるというか、ちょっと首がもういかれちゃうんですよ。ストレートネックでいかれちゃうから、もうちょっと大きい方がいいっていう方もいらっしゃるんですけども、それすると少しこう重たくなるんちゃうかなっていう声もあったりとかして、そんな感じでありました。あとね、あったのが万人におすすめ。もうこれは僕もずっと言ってましたね。このクオリティでこの品質で5000円絶対買ってくださいっていう、今8470円、まあそれでもいいじゃないですか。実際あったのがこの新型のその8470円の方のレビューの中に万人におすすめって書いてあったんで、これはね確かに今言ったみたいにスマホのポケットがあるちょうどいい大きさである、でしかも誰にでもおすすめできる。だってこういう黒のシンプルなやつやから、普通に白 T 着てこうやったらもうそれだけで普通に全然問題ないじゃないですか。だからいいよねというお声がありました。ただそのレビューの中でそのちっちゃいっていうのもあったし、10アウターその冬場になった時はちょっと使いづらかったっていうお声があって、結構かさばる的なねことを言ってはったんですけど、それはね確かにこうモコモコしてくるっていうのは仕方ないかなと思うし、ちょっとそんなことよりも話変わりますけど、今気づきました。旧モデルよりこれ紐細なってます。だから首が痛いなと思った理由がそれでした。これで見てわかります？こっちがちょっと細いんです。重ねてみると何ミリぐらいですかね、こんだけの太さが違うんですよ。だからその分こう首に食い込んでくるというか、そういう感覚があるのかもしれないですね。その辺がねアークテリクスのマンティス2ということになっておりました。でマンティスに関して もういっぱいモデルあるんですよ。もうこっちにあるんやけどもね、今回買ったこのアークテリクスマンティスの新型でしょ、ほんで旧モデルでしょ、次がビームスとのコラボね、ちょっとカラーリングが違う、これ大体毎年出てるからこれ出る、でこれまたその次の年に出たやつね、これもビームスとのコラボ、ほんでもっと言うとワンサイズちっちゃいマンティス1っていうのもあったりして、今あるんかちょっとわからへんねんけど、もうこんなんがあったり、あともっと言うとこれそっくりそっくりそっくりさんなんだけど偽物、そんなんがあったりとかするから、以前ねこれの比較は出しましたけども、ここちょっとちゃいますよね、あそこちょっとちゃいますよねと言ったものの、正直8400円のやつの本物と偽物の違いって、そこまで出えへんじゃないですか。それは十何万のものと偽物ってなったらかなり生地から違うとかってあるけども、ここに来たらめっちゃ触るかって言われたら、あとはアフター保証があるかないかとかいう話になってくるんやけども、これ見ていただいててね、某メルカリとか某ラクマとかで買おうと思われてる方とかは結構こう偽物を販売されているそう海外の方とかもいらっしゃるみたいなんで、気をつけていただきたいなと思います。特に今アークテリクス人気ですから、このバッグだけじゃなくてジャケットとかそんなんとかも偽物めちゃくちゃ多いし、とにかくもう定価で買えない時代なんで、どうしてもねこう偽物が出てくるっていう感じになりますので、皆さん気をつけていただきたいなと思います。なんか久々にマンティス見たら懐かしかったでしょ。なんか全部懐かしいなって、その感じたことが全部懐かしい。ほんで結局一周回っていくとどうなるかというと、なんかスポーティーばっかりじゃ嫌やから、ちょっと大人っぽいやつがいいよねみたいな感じになってきて、そんな時はね一応僕作らせていただいておりますので、これですよね、マンティスから、これを本革にしてちゃんとスマホのここにポケットを入れた場合どうなるんかっていうのもね、そういうのも作らせていただいているので、また見ていただけたらなと思います。旧モデル持ってる人は別に全然買う必要ないと思うんですけど、新型ねこれから買ってみたいなとかって思ってはる方であればね、ボディバッグ特に持ったことない方とかも多いか
かなと思うので、もうこれは1個持っとったらねめちゃくちゃ使えるんですよ。でめちゃくちゃ使えて、特にまだ夏間に合うから、今から使っておけば夏場とかめちゃくちゃ使っていて、冬場って正直ポケットいっぱいあるから、まあ、こんなん別に鍵とか財布とかそんなんとか、まあ言ってポケット入るじゃないですか。だけどまあ今とか夏場とかはね、まあ、ポケットにこれ全部入らへんから、まあ、こういうバッグあるとね便利じゃないかなということになっておりました。ちょっとこの後ボディバッグ最強決定戦で、いろいろ話はしていこうと思ってるんですけど、やっぱこの価格帯が一番安いぐらいになってくるんですよね。ノースフェイスとかでも大体まあ7000円とかぐらいな感じなんで、まあ、同じような価格帯なんですけど、まあ、興味ある人はねもう買ってもいいかなと思います。これはもう絶対間違いないんで、あの絶対失敗しないバッグって言われたらもうこれなんで、失敗したくないな、でもどうしようかなっていう人なんやったら、あの買う理由が値段なら買うなってあるじゃないですか。で買わない理由が値段なら買えっていう話あると思うんですけど、まさにそれ、もうこれ値段でちょっと迷ってんやったらもうこれ絶対もうあのミスしないんで、買うのがいいんちゃうかなと思います。まあそんだけ言っても僕アークテリクスに何の関わりもないし、株も持ってないから何の得もないんですけども、一応そんな話をさせていただきましたということで、本日は新型のマンティス2の紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。